を陥落したファウストは次の目標をジャポネスに定めた。ガルトランド軍の作戦コンピューター破壊の命を受けたオダルはやむなくライム、チェリー、ブラッドベリーと共にファウストの野望を打ち砕かんがためガルトラントに向かった。向かい撃つティーゲルとパンターによって一度は危機に陥るオダルたちだったが、暗闇ネズミによって彼女たちを撃退する。そしてオダルたちはいよいよガルトラントに潜入する。ジャポネスの猿とセイバードも打ち損じただと。私の留守も守れんと呆れたものだ。ルクス、これからはお前が指揮を取れ。直ちにジャポネスに軍を派遣するのだ。はっそんなファウスト様、今一度私にチャンスを。黙れ。お前たち乙女回路を持つ者、男を愛さなければ生きていけない。私に捨てられた時、それはお前たちの死を意味する。分かったな。はあ。私に盾つく愚かなる者を排除し、我がガルトラントに勝利を。なんか殺風景なとこだね。オタル見て見て、変な看板がたくさんあるよ。なんだありゃ。ねえねえ、あれも爆発するの？え？てやで、悪趣味なことしやがって。ファウストだかなんだか知らねえが、そうは問屋がおろすかってね。まあそう興奮すんなって。そうですよ、オタル様。え、ここは一つ落ち着いて作戦会議と参りましょう。ガルトラントは中央コンピューター SVC に管理された軍事工業都市。すべての都市機能を司る SVC が備えられているのはこの位置ですわ。ここって何にもねえじゃねえか。普通そんな大事なもんは地下かなんかに隠してあるさね。へっ、こそこそしやがって。男らしくねえやつらだぜ。とにかくそいつさえぶっ壊しちまえば戦争は止められるんだな。ええ、でも地上からここへ到達するには敵の軍事施設を突破しなければなりません。へへ、そこで私らの出番ってわけだね。だねだね、そういうことです。その間に私とオタル様が地下通路を通ってコンピューターに次元爆弾をセットします。なぬ、あとは私とオタル様で無事脱出しジャポネスに帰還しますので、他の人は適当なとこで引き上げてくださいね。ちょっと待て。つまり私らはただのおとりか。そうですわ。却下、そんな作戦は却下だ。そうとも、地下へ忍び込むんならオタル君とこの超絶美形な花形蜜蜜がとは。チェリーとオタルを二人っきりにさせるなんて。行くなら私とオタルで行くよ。でもあなたの回路で地下通路の防御壁をロックしているメインコンピューターにアクセスできて。汚ねえ。まあそれじゃあ仕方ねえか。ブラッドベリー、ここは一つよろしく頼む。ふん、オタルの頼みじゃ仕方ねえな。あはー、オタル様、私足手まといにならないように頑張りますわ。おい、こらチェリー寄せってよ。オタル、おい、ライム。オタル、僕ライム、お前お腹空いた。ギャまったく、もう大事な時にライムったら緊張感も何もあったもんじゃないんだから。だって空いた。まあ腹が減っちゃ戦はできねえ。ひとまずどっかで腹ごしらえと行こうぜ。
だいたい遠出をするのに食事の用意もしとかないなんてさ、花子は気が利かないんだよね。ちっと、やっお前らがとっくに食い潰したんだろうが。すーん、あ、言い過ぎました。あら、あれは一応人も住んでるんだね。なんで、あの車。ガルトラントはコンピューターが市民の生活管理もしていると聞いていますわ。あれはおそらく食料の配給です。え、ご飯。変わったことしてんだな。まあいいや、せっかくだから俺たちもご相伴に預かろうぜ。識別コードを入力せよ。え、識別コード、こうかしら。識別コード確認、配給を開始する。つけてるね。おい、これっぽっちってことはねえだろ。もうちょっと景気よく頼むぜ。速やかに退去せよ。不平は反乱とみなす。あ、どうやら年齢や人数に関わらず配給されている食料は一定に決められているようですわ。警備兵たちに直結しています。不平は反乱とみなすというのもあながち嘘では。ベラボメ、出すもん出されて反乱もクソも歩け。たっ、こっちたらジャパネスクワッキーが目次けんで。ライム、やっちまえ。うん、やっちまえ。ダメよライム。おお。あんなもんじゃ腹の足しになんねえだろう。気にすることはねえ、食いな。いいの。ありがとう。貴様。大丈夫か坊主。悪かったな、俺が食い物あげたばっかりに。こりゃ引き死に勝るひどい国だね。ホタル様、早くこの場を離れないと。分かってる。吹き上がって待ってるよ坊主。俺がすぐに腹いっぺえ飯が食えるようにしてやるぜ。一刻も早くそのコンピューターとやらをぶっ壊してやる。ライム、ブラッドベリー、おまけに花形、こっちは頼んだぜ。ま、しょうがないか。はいよ、任せときなって任せときなって任せときなって。ぐぅー、オータルくん、ぼくもですか。行くぞ、チェリー。はい、オータル様、頑張ってね。いかがですかな。あれが試作機か。プラズマエネルギー転換装置を搭載した陸上移動母艦 TF-01 グラベンスチーフです。当面の課題はその大きさとコストパフォーマンス。
それさえクリアできればテラ2全土の開拓も容易になりますな。そしてS、完成を急げ。はライム、ブラッドベリー。でこの私を愚弄するか。ユルさん、あやつらを一体残らず破壊しろ。今すぐにだ。はっ。くそ、ジャポネスのセイバーどもめ。しかしここはファウスト様の信頼を取り戻す絶好のチャンス。今度は抜かるなよ。当たり前だ。おかしい。モニターの捉えた敵の数はセイバー2体とカスが1匹。なぜだ。ファウスト様を愚弄した罪、死をもって償ってもらう。よし、負けないぞ。こら、今はオタルが帰ってくるのが先決だよ。まともに張り合ってどうすんだ。あ、そっか。何をこそこそと。でぇー、あー、なんで僕だけこんな目に。誰か助けて。おお、一人の男が路地の陰で手招きしている。おお、捕まった、引っ張られた。どこだ。こっちだ。助かった。どこのどなたか知らないが、かたじけない。災難だったの。警備兵のやつら手加減を知らんからな。もう安心だ。いや、何、あんなやつら本気を出せばちょちょいのちょいなんだが、今はある人のため恥を忍んで逃げ回っている次第。これも全ては愛のためだよ。愛のって、あれ、あの、これは愛。何もこんな鬼さえを捕らえるぐらいで。ミスミス警備兵だけの手柄にすることはないからな。それってもしや。大丈夫、わしらは痛くせんか。
ひどすぎる。ああ男花形ミツルギ異教の地にて愛のために散るのはやっぱり嫌だ。しゃー待てと言ってますやさんいないけど、なんでこうなるの。ぶっ壊しちまえば戦争は止められる。それにチェリー、はい、あれは手配中の間宮小樽。撃て撃て。小樽様には指一本触れさせなくてよ。あ、小樽だ。何？小樽？くらえ、チェリー必殺おひつブーメラン。うわっ、全員揃ったか。今度こそまとめて地獄へ送ってやる。へっ、あいにく要塞すみゃこんなところに長居は無用で。みんなとっととキッディー。なに、おい、ちょっと待て。逃げるが勝ちだ。待てやがったか。お前ことはね、強行突破だ。あれは騒ぎを起こして周囲の目を引きつける。そんな初歩の陽動作戦、このルクスには通用しないわ。敵にもチェリーバリに頭の切れるやつがいたってわけか。おのれ、間宮小樽、逃がさん。でかしたぞ、ルクス。さあ、ジャポネスの小賢しい猿どもよ、これから一体どうするつもりだ。すでに我が部隊はジャポネスを目指し進行を開始しているのだぞ。ベラボディ。